プランクをより腹筋に効かせたい方は最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、プランクをより腹筋に効かす方法として3つ紹介いたします。最後までご視聴ください。まずプランクをすることでお腹を引き締める効果、姿勢改善、そのような効果が得られます。通常の腹筋ではですね、腹直筋、外腹斜筋、外側の筋肉を使うんですけども、プランクのように止まっとく動きっていうのはですね、腹筋の深層部に効かすことができます。ですので、食べた時にお腹が出てしまうとか、姿勢が悪くて下腹が出ているとか、そういったことを改善するエクササイズになります。そこでより効果的に効かすためには3つあります。通常は肩の下に肘を置いて、足を閉じて体を持ち上げる、これで止まっておくっていう風にするんですけども、この場合に腰が反れていると腹筋に効いていない、お腹を締めていると腹筋に効くっていうやり方が普通なんですけども、そこでより効かす方法としては、足に重心がかかるほど腹筋に効きます。そして膝をついたりすることで腰を丸く、腹筋を締めることができますので、より効果的にプランクが行えます。通常の肘の位置で膝をついておくと、腰が反れていると体が持ち上がりにくいので、膝をついた場合腰を丸めやすいです。そしてこの場合に肘をできるだけ前に持っていくことで、たったの20秒ぐらいで腹筋にガツンと効きます。でここで負荷を上げるために椅子を使うというパターンもあります。もちろん椅子にもよるんですけども、椅子の下にくぐってですね、これで椅子を負荷として体を持ち上げるっていう風なやり方が効果的です。背中に物を乗せた場合、自然と腰が丸まってしまいます。腰が丸まるということは腹筋に効きやすいという風になりますので、こういった感じでプランクを行ってください。これでもより効かすポイントとしては、かかとの位置に注目です。かかとが前なほどお腹に行く負荷が肩にきますから、かかとをできるだけ後ろに持ってってください。後ろです。そうすることでより腹筋に効かすことができます。3つ目です。レジスタンスバンド、いわゆるミニバンドを使って負荷を上げていきます。これを使うことで体幹部が安定しますので、より腹筋にね、効かす意識が持っていけます。1本は足首です。もう1本は肘です。これで手も足も肩幅に広げて行うことで、体幹部がしっかりして、体にしっかりね、力が入って腹筋に効きます。かかとの位置はできるだけ後ろです。今のやり方でしっかり体幹部が安定しますので、腰が反れないように腰を丸めて腹筋を効かすという意識ができてきます。そしてもう一つ、レジスタンスバンドの一番強度のあるやつをですね、お腹に巻くことでお腹を引っ込めとく意識ができます。お腹に巻くとですね、出てしまうお腹を押さえとかないといけないという意識ができてきますので、お腹を引っ込めながら、お腹を意識しながらプランクをすることができます。プランクがなかなかお腹に効かない、腰が痛くなる、肘が痛くなる、肩がだるくなる、そういった原因のある方はですね、かかとの位置が前に行って上半身に負荷がかかってしまっている、またはお腹に力が入らずに腰に力が入って、腰が反れた状態でプランクが行われている、そういった原因がありますので、そこを改善する意識をレジスタンスバンド、または椅子を使う、肘をついて、膝をついて、腰を丸めて、腰が反れないようにプランクを行う、そうすることでよりプランクが効果的になります。通常のプランクがなかなか腹筋に効かない、そういった方は今回の3種類のことを意識して負荷を上げて腹筋により効かすようにやってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。